おお、エイドスよ。一体どうしてこんなことに。だらしないが気のいい、誰からも好かれる男だったのに。町長さん、しかしまあとんでもない暴れっぷりだったよな。まさか俺とロイドの二人まかりで取り押さえる羽目になるとは思わなかったぜ。ああ、正直ものすごい力だった。ねえ、これは率直な印象なんだけど、その人何か危ない薬でもやってるんじゃない？なあ？それはマジかよ。あら、ロイド君とティオちゃんは私と同意見かしら。それはあまり滅多なことを言うつもりはないんですが、可能性はあるかもしれません。バカな、薬物なんてあり得るものか。ただの普通の行員だぞ。そんなものに手を出すはずが。でもこちらに来てから半月近く経ってるんでしょ。相当ミラも儲けていたはずだし、そこにつけ込まれた可能性はないとは言い切れないのでは。いい加減にしたまえ。君はクロスベルタイムズの記者という話だったな。憶測で記事を書いたりしたら厳重に抗議させてもらうぞ。ああ、別に記事にするつもりはないんですが。ビクセン長女、念のためガンさんの私物を確かめても構いませんか。ロイド君、君まで。決めつけるつもりはありませんが、いろいろと符合することも多いんです。あの暴れ方、すさまじい力、そして変わってしまった性格、過去いくつかあった薬物事件と似たような反応が見られるんです。それに比べ物にならないくらいギャンブルの腕が上がったのも。薬のせいで知覚が異常に過敏になったせいかもしれねえな。それで相手の心理を読み取ったり勘が働いてたのかもしれねえ。そうですね、多分私が賭け事をすれば他の人よりも有利になるはずです。ティオちゃん。悪い、んなつもりじゃなかったわ。いえ、気にしてません。町長さん、ガンツさんの名誉のことを気にするのはわかります。でももし本当に何らかの薬物だった場合、このまま放置しておいたらどんな危険があるかわかりません。それは中毒症状に後遺症、まあいろいろと考えられそうね。ええ、薬物による被害で一番怖いのはそこだと思います。わかった、資料が足りなかったようだ。ロイド君、お願いする。はい。本当にあったなんて。綺麗な色をしてやがるが、一体どんな薬なんだ。まだこの薬が原因と決まったわけじゃない。ひょっとしたら何か持病の薬かもしれないし。町長、ガンさんに持病は。知る限りなかったはずだ。もちろん断言はできないわ。わかりました。この薬は一旦こちらで預からせていただいても。ああ、よろしくお願いする。だがどうかことを大きくするのは。ええ、ガンさんの名誉には
配慮させていただきます。ガンさん自身についてはそちらにお任せしても。ああ、任せてくれたまえ。もし目を覚ましたら改めて話を聞いてみるつもりだ。ええ、よろしくお願いします。はあ、それにしてもクロスベルで薬物疑惑とはね。珍しいこともあるもんだわ。そうなんすか。てっきりマフィアあたりがいろいろ扱ってると思ってたんだが。ところがどっこい、クロスベルで違法薬物ってのはあんまり出回ることはないのよ。何しろ他の犯罪とは違って周辺諸国にも広がりかねない影響力のある犯罪だからね。帝国や共和国からの圧力もあって、捜査一課の手で違法薬物は厳重に取り締まられているらしいの。そしてルバーチなんかもその辺の空気を読んでるわけよ。そうだったんですか。そのあたりの事情は俺も警察学校で教えてもらいました。でもこの錠剤は青色の錠剤、見た目は綺麗な感じだけど、なんつうかやたらと怪しげな感じだな。ティオ、何か心当たりが。いえ、すみません、ただの気のせいだと思います。でもその錠剤、一体どうするつもりなんですか。そうだな、俺たちだけで決めるのはちょっと大ごとすぎるかもしれない。一旦戻って課長に相談しよう。ええ、それがいいと思うわ。ヘイウェイの襲撃事件についても報告した方がいいでしょうし。マフィア同士の抗争に加えて薬絡みの事件の可能性か。ったく、とんでもなく忙しくなりそうな気がしてきたぜ。いやー、あなたたちと知り合って4ヶ月になるけど、ずいぶん成長したなって、お姉さん考えに浸っちゃうな。グレイソン、いきなりどうしたんですか。褒めても何も出ませんが。いやいや、マジな話、あなたたちには期待してるのよ。ロイド君のお兄さん、ガイ・バニングスと同じくらいね。そういえば前にも言ってましたけど、グレイソンは兄貴と知り合いだったんですか。私が新米記者だった頃、いろいろとお世話になったのよね。結局ガイさんの事件については迷宮入りになっちゃったけど、それでも彼の意思を継ぐ部署が警察にできてすごく嬉しかったわね。ロイドのお兄さんの意思を受け継ぐ部署。おっと、これ以上喋ると課長さんに怒られちゃうかな。私も取材があるし、今日のところはこれで失礼するわね。ああ、薬の件については勝手に記事にしないから安心して。それじゃ、バッハハーイ。ったく、思わせぶりなことを言うだけ言っていきやがったな。でさえ考えることが山ほどあるのに。ですね。ロイドさん、ガイさんの話気になります。ああ、いや、確かに気になるけど、どう考えても今は後回しだ。ヘイウェイの襲撃、ルバーチェの状況、そしてこの青い錠剤、一通り課長に報告した上でどうするか検討してみよう。はい、分かったわ。よし、それじゃあとっとと支援課に戻るとしようぜ。
なんだ、遅かったな。英雄への方の聞き込みはそんなに時間がかかったのか？いえ、実はそれとは別に気になる事件に出くわしまして。英雄へ襲撃事件と合わせて一通り報告させていただきます。あの、課長？すみません、分かりにくい報告でしたか？いや、その一連の情報だが、ひょっとしたら全部つながっているかもしれんぞ。え？マジかよ。それはどういう？いろいろなことが起きすぎて混乱してるのかもしれんが、今日お前らが見聞きしたことを有機的に結びつけてみろや。特にロイド、こういう時こそ捜査官の本領発揮だろうが。あ、はい。今日聞き込んだ情報は大まかにまとめて3つ。サオたちから聞いたヘイウェ襲撃に関する情報、グレイさんと情報交換したルバーチの現状に関する情報、そしてマインツの行員ガンさんに関する情報。それらの3つの情報を結びつける要素があるわけね。なんとなくだが見えてきたな。なあ、整理してみよう。間違いない。これだ。これは。おいおい、気な臭すぎるだろう。だが、こう関連づけると、いろいろと見えてくることがある。ヘイウェイを襲撃したマフィアたちが見せたという身体能力。神がかり的なギャンブルの腕を手に入れた行員のガンツさん。どちらも別々の現象だけど、その人間の潜在能力が上がっているというのは同じだ。もしそれをつなぐものがこの青い錠剤だとするなら、マフィアたちが違法薬物に手を出し始めた。そして一般市民に流し始めているだけでなく、戦闘力の強化にも使っている。つまりそういうことですか？ああ、まだ憶測のレベルだけどね。でも確かにそれだといろいろと説明できるわ。あの若頭の統率力がルバーチ内で低下したのももしかして。薬を決めて力を手に入れ、態度もでかくなった下っ端連中が増え始めている。そのせいってわけかよ。上出来だ。加えて昨日イアン先生が言っていた噂話もあるだろう。急激に業績を上げたっていう貿易商と証券マンですか？それでは彼らもその青い錠剤を。それこそ現時点ではただの憶測になっちまうがな。だが一つ一つの点が線となり面を構築する、そんな気がしてきたんじゃねえか？ええ、しかし正直支援家だけでは手に負えない状況かもしれません。特に薬物の件に関しては一課に連絡する必要があるんじゃないでしょうか？ああ、その点に関してはちょうどいいタイミングだったな。ね、キア、どうしたんだ？お腹でも空いちゃった？ううん、お客さん。ブスッとしたおじさんが来たよ。ブスッとしたおじさん？失礼する。あ、ダドリン捜査官。おう、遅かったな。すみません、
捜査会議が長引いてしまって。例の話についてですが、早速始めさせてもらっても構いませんか？ああ、構わんぞ。こいつらも一緒でよければな。セルゲイさん、冗談はやめてください。こんなひよっ子どもに聞かせるような話では。だが今回の件についてはこいつらが集めてきた情報がきっと役に立つだろう。同席させた方が手っ取り早いぞ。なんですって？そういえばヘイユへの聞き込みもお前たちに任せていたところだったか。そのついでに、いやしかし、課長、都合が悪いようでしたら俺たちは退出しましょうか？いや、その必要はない。その男も伊達に一家のエースを張ってるわけじゃねえ。この状況で何が必要かはきちんと見抜けるだろうさ。いいかお前たち、これから話すのは警察内部の機密事項だ。みだりに他言することは絶対に許さんからな。わかりました。なになに、秘密のお話？金也も聞きたい。お菓子を用意するからザイトと一緒に食べててね。捜査一課に圧力。いや、そこまで露骨なものではないが、ヘイユへの襲撃事件を受けてマフィア同士の抗争への対処に全力を傾けろとの指示が下った。少し前から追っていた謎の薬物の捜査を打ち切ってな。一課の方でも薬物に関する捜査を？数日前からだがな。私としてはお前たちが知っていたことの方が驚きだが。で、一課の方はどこでその薬物のネタを掴んだんだ？昔から使っていた情報屋からのタレコミです。それなりに信頼できる筋なので情報収集をしていたところですが、今のところ集まっているのは都市伝説のような噂だけですね。願いが叶う薬だの、幸せを運ぶ青い薬だの、ただどうにもきな臭いので噂になっている市民のリストを揃えている最中だったんですが。なんだお前たち、そのやっぱりという顔は。ビンゴだったようだな。ロイド、見せてやれ。はい、これを。もしかしてこれは？今日ある筋から俺たちが入手した証拠物件です。その人の名誉を守るという条件で預からせてもらったんですが。やはり存在していたのか。しかもルバーチが流した可能性があるだと。その薬物捜査を打ち切れという指示、どこから降りてきたか見当はつくのか？上層部の誰かかと。うちの課長も納得できないまま我々に指令を下していました。最悪だな。ちょっと待ってください。まさか警察の上層部がマフィアの要請を受けて。そんな。おいおい、マジかよ。確かに最悪ですね。ダドリー、俺のところに相談に来たってことは上層部に不信を抱いたからだろう。それでどうするつもりだ？
正直薬物捜査に関してはこちらでは動きようがありません。下手に動けば今度は上層部も露骨に横槍を入れてくるでしょう。だがそれでは警察組織としてあまりに不甲斐なさすぎる。ダドリー捜査官、だったら薬物捜査に関してはうちに任せてもらうしかないな。ロイド、エリー、それにランディにティオ、これより特務支援課は非公式に捜査一課と協力体制に入る。身動きの取れない一課に代わってこのまま薬物捜査に当たれ。はい、了解しました。その見返りだが、一課からはマフィア関連の情報を無制限で回してもらうことにする。セルゲイさん、いくらなんでも極秘情報を無制限というのはさすがに。別にこちらは構わんぞ。そちらが手詰まりになろうが勝手に動くだけだからな。わかりました決まりだな。いやー、あの一家に代わってわざわざ俺らが動いてやるわけか。なかなか優越感をくすぐられる状況ですね。おお、こわ。クワバラ、クワバラです。まあ仕方あるまい。こうなった以上、お前たちに薬物捜査を任せるのは納得したが、今後の捜査方針はどうするつもりだ？そうですね。何はともあれ、薬の現物が手元にありますし、どういった成分かを突き止める必要があるでしょう。だがどうやって突き止める？現時点での情報から推測するに、全く新しいタイプの薬物だ。本部の鑑識では手に余るし、上からも目をつけられやすいぞ。なるほど。そうなると医科大学を頼った方がいいかもしれません。なるほど、あの先生に頼りますか。医科大学、聖ウルスラ医科大学か。ええ、薬学を研究している知り合いの先生がいるんです。相当優秀だと聞いているので、薬の成分も突き止められる可能性は高いのではないかと。なるほどな。成分調査に関してはそれしか手はなさそうだな。ダドリー、そちらは一課でまとめた捜査報告書を今日中にこちらに回してくれ。それをもとにこいつらに今後の捜査方針を決めさせたい。わかりました、すぐにお届けに上がります。では私はこれで、今後ともよろしくお願いします。ああ、こちらこそな。するとその言葉はこいつらにも言ってやれ。いいか、お前たち、くれぐれも迂闊なことをして事態を悪化させたりするなよ。それと薬物捜査はともかく、マフィアどもの抗争への対処は我々一家の担当だ。首を突っ込んだりせずにおとなしく任せておくがいい。な、やれやれ、素直じゃねえ兄さんだな。あれは一種の照れ隠しなのではないかと。そうかもしれないわね。それに思っていたより正義感がある人みたいだわ。ああ、それは信用できる気がする。基本的に一家の連中は真面目で正義感のあるやつが多い。まあ杓子定規で融通が効かないやつも多いんだがな。さてと、お前ら早速病院に向かうのか？ええ、そのつもりです。
それと時間があれば他の支援要請も片付けておこうかと。そうね、午前中は市外に出る暇もなかったし。ま、忙しくなりそうだからぼちぼち片付けた方が良さそうだな。元気なことで結構だ。一家と協力することになったとはいえ、お前たちが気負う必要はない。いつも通りお前たちのやり方でその薬物の謎に迫ってみせろ。はい。